調子の方はどうですか。調子の方はあんま疲れて動けないですよね。いまいち動きは良くないですけど、試合前いつもそうなんで。今のグラップリングの練習の時と、飛び際というか、金網際に詰めてみたいな動きを想定させるようなと思ったんですけど、そういう感じなんですか。いや、特に考えてないですけど、その狭いので壁際になっただけで、まあ、基本は頭を中に入れて戦って動く試合ができたらなと思います。特に金網対策は、いやー、なんかそうですね、 してこなかったですね。もう昔からあれなんですけど、山本健さんのジムいる頃から、まあ、道場狭かったんで、頭の中入れて戦えっつって、そうすると動く試合になるからっていうふうに言われてて、それが今そういうことかっていうのは今になって分かりました。まあ関係ないですね。ウィッキー選手の打撃結構独特だと思うんですけども、その打撃に対しての対策みたいな。対策というか、まあそうですね、対策はやってはきてるんですけど、まああんだけ速い人っていうのはいないので、イメージの方が大きい気がしますけど、はい。小田選手もこのところ打撃の進歩がすごいと思うんですけれど、打撃であえて勝負するような。いや、まあ、僕は倒す打撃ではないので、まあ、どんどん当てれるように、あんま、そうですね、総合力で試合しようと思いますけど。宮本に持ち込めば、総合力に進んだったんですか。ああ、でもなんか、ウッキーさんは一本負けってない、うん、思うんですよ。だからやっぱあんな門脇さんとかすごいグラップラー相手でも一本取られてないんで、まあ、僕じゃ難しいだろうなと思ってますけど。そういう選手に勝つとしたらどんな。まあでも最後まで頑張りきることじゃないですかね。やっぱ一本負けないので、今もう15分フルに使って最終的に勝つっていうつもり で取れたら取りに行きますけど、最後まで集中力切らさずに頑張りきることだと思います。あれ、ドリームのインタビューを読んでたら、宇野勝さんになると言ってましたけど、はい、その心は、心はまあなんとなくなんていうんですかね、まあ野球と格闘技なんで違うんですけど、そういう魅力的な選手になるっていうことですかね。勝つことも大事だけど、まあ見せるみたいな。まあそうですね、やっぱ見てて面白い選手っていうか、いい選手になりたいです。はい、ボールを頭に当てたようにうっかりパンチをもらってしまったら、いや、まあ、そういうのは避けたいですけど、なんですかね、うん、まあ魅力的な選手になりたいです。なんすか、それ前々から思ってたの、それ最近思うよね。前々からなんですかね、いつからですかね、分かんないですね。けどまあ、小学校の頃からすごい好きで、一回対談させていただいたんですけど、またいいなと思いましたね。そういうのもきっかけだと思いますけど。あ、いつ頃なんですか、対談。3年ぐらい前です。すいません。雑誌。
雑誌、はい。今回フェザー級と軽量級の試合がすごく増えましたけど、大会所さんの中では今回の試合をどういうふうに続けてますか。いやでももう周りはもう関係ないというか、まあその大会自体いい試合多くて盛り上がればいいと思ってるんですけど、まあその誰が勝とうが負けようがまずは自分が勝つことだと思ってるんで、あんま周りは考えてないです。ちょっと前マネドリームのライト級がすごい選手層が厚くていい選手が揃っていて、まあ厳しい競争だったんですけど、今そのフェザー級に人材がすごく集まってやっぱり競争が激しくなってるじゃないですか。その中でこういかに勝ち上がってエビアナのチャンピオンシップまで取り付かみたいな、その辺どういうふうに考えてたんですか。そうですね、まあ、もちろん勝ち続けてそういうチャンスもらえれば嬉しいんですけど、もう本当選手層は厚いんで、一試合一試合が本当大事な試合になると思うんで、まあ、だからフェザー級の試合だとかライト級の試合、そういう試合ばっかりなので、まあ見てる方は面白いんじゃないですかね。どうでしょう、以前からキッド選手と戦いたいと思いますけど、今回勝って次やらせてもらえたらとか、そういう気持ちありますか。そうですね、まあ心の中では、心の中っていうか、まあそういう気持ちはすごくあるんですけど、まずでもウィッキー選手に勝てなかったら、まあ、キッドさんにも勝てないですし、まあウィッキーさんの試合に全て出し切るように、まず29日頑張って試合します。内藤さんの復帰戦がありましたけれども、はいはい、あの試合を見て何か感じたことっていうのは。そうですね、まあまた試合してる姿見てすごい嬉しかったですし、で、まあ、バンバン打ち合って、大事な復帰戦でああやってガンガン打ち合って打ち勝って勝つって本当すごい、これぞプロみたいな試合だったですよね。詳しいテクニックは分からないですけど、本当これぞプロだと思いましたね、はい。気持ち的には何か変化ありましたか。そうですね、やっぱりその練習仲間です、年上の、まあ、内藤さんだったりいろいろいるんですけど、そのまだまだ頑張ってるのを見てると、なんか僕なんか本当まだまだだなと思って、また頑張ろうっていう気持ちは湧いてきますね、本当に、はあ。